はい、どうもヨシです、今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。今日はちょっとリプレイ解説ですね。使うデッキはこちらのレイジの入ったあのエリゴリデッキになるんですけど、まあ、ちょっと使ってみた、あの、いろんなデッキ、そうですね、使ってみた感じ、やっぱり、まだこの、ダクネの入ったエリゴレデッキが強いのかなっていうふうに思います。ちょっと紹介していくんですけど、ちょっとマルチ潜ってみたんですけど、やっぱり、そうですね、結構使ってみた感じもめちゃくちゃ強かったですね、このデッキ。このちょっと、現環境のアチャックイロイホグの解説していきたいと思います。やっぱりこのデッキ、アチャックイロイホグに対しては正直やっぱり相性的にもやっぱりきついんでなかなか勝てないんですよ本来なんですけど、まあライドラのタイミングいい回転、感電とか、まあダクネのそのターゲットとか、まあいろいろ偶然、いい偶然が重なって、でそれでまあゴリ押しが通ったっていうような感じになります。ここやっぱりもう無視するしかないんですよね基本的に。ここも守っちゃうと、もう攻めが通んないんで、まあ、仮にこれ、まあ、結論ここ無視しても守られちゃうんですよね。やっぱり、ちょっとデリバリーがなかなか強いんで、こうなるともう序盤から、あ、終わったなって感じになるんですけど、基本的にはもうこういう捨てが大事になります。まあ、キングも正直言って半分とか、そうですね、まあ、2000ぐらいまでだったら、まあ、許容しても OK かなって感じになります。まあ、ここちょっと、もう手札がインドラしかなかったんで、もうとりあえずインドラ出してって感じだったんですけど、もうこれでも別にアドバンテージ取れてないんで、ただ、そうですね、もう、後ろから展開して、っていう感じになっちゃうので、本来だったら負けてるんですけど、なんとかその、そうですね、レイジのタイミングとか、その、ライドラの、そうですね、延命とかいろいろが重なって突破できたかなって感じになります。ここだけでもアジャクイ処理してくれて、で、本来またここで守られるはずなんですけど、ここ、うまいこと生き残って、でも、これで、そうですね、もう GG って感じですけども。もうなかなか、ちょっとこういう展開はすごい少ないんですけど、まあその、数少ないチャンスをものにしたかなっていうような感じになります。まあそうですね、もう結構、まあ、前回の動画で言ったかどうかわかんないんですけど、まあ、このデッキと、枯渇と、2.6 ホグ、あと、アウプリもきついですね。まあいろいろきついのあるんですけど、まあそうですね、なかなかそれ以外だったら頑張ればいけるかなっていうような感じになります。まああとのその立ち回り、そうですね、基本的にはもう捨てるっていうような感じになります。今回のこのお相手さんは、呪文、中型呪文とかがないんで、で、対空とかもネクロマンサーしかいないんですよ。なんですけど、地上のユニットが、強いんで、ミニペッカとダークプリンスがいて、でも、序盤相手がここで結構、ゴリ押し、確か、してきたんですよね。ここで、そうですね、もうネクロマンサーから形組まれてって感じなんですね。はい。確かこの、もうネクロマンサーの前にジャイ出してきて、で、こっちはダックネクロで対抗するんですけど、そうですね、もうこうなると正直僕がきついんですけど、もうこれしょうがないですね、やっぱりもうどう頑張っても守れないんで。ただこういうレイジの入ってるデッキ同士あるあるなんですけど、この状況って実は攻めてる方が良くないんですよ、これ。なぜかというと、タワーは確かに落とされたんですけど、アドバンテージが、こっちがかなり有利になったんですね。もうこの時点でもうかなりのアド取って、で、こうなると、正直相手は呪文がないので、もうキングおられます、もう。もうどう頑張っても、無理なんですよ。なんで、レイジの入って、こういった攻めるときは、基本的にもう、攻めの手を緩めない方がいいですね。もう緩めちゃうと、どうしてももう、最終的にこういう風になってしまうので、
こうなるとちょっと良くないですね、やっぱり。基本的にはもう攻めるときはもうキングまで降り切るって言ったような形になります。まあ、上手い人だったらそれでも守れるんですけど、まあ、そうじゃない人はもう、そうですね、基本的にこういった形で、その、プリンセスタワーを落としてそこからキング持ってかれるっていうのはザラにあるんで、なかなかそうですね、ちょっと難しいなと思います、それは。次は、まあ、先生、現環境の、メガナイトラムのライトニングが入ったデッキになるんですけど、まあ、これも結構、そうです、展開すごい早くて、もうちょっと2倍タイムになってから動くのかなと思ったんですけど、意外と今回の紹介するお相手さんは、もう2倍タイムになるまでにかなり、そうですね、積極的に動いてきたんで、正直言ってやっぱり1倍タイムはなかなかエリゴルはちょっと難しいですね。どうしてもやっぱりアイススピリットとか、スケルトンとかがいないんで。で、これ形組んでやったんですけど、そうですね、ここライトニングドラゴン処理されちゃったんですけど、もうアドバンテージがすごくて、もうそうですね、まあ、もうこういった形になります。もう基本的にはライドラいなくても、レイジー、まあ、ダクネいるおかげでやっぱり、その、まあ、ライドラの代わりといってはなんですけど、やっぱりダクネがいい仕事してくれるんで、まあ、ライドラいなくても、まあ、こういったレイジかけることによって、もうゴリ押し審判が通っちゃうっていったような感じになります。で、次もこれ、またサンクラ折っちゃうんですけど、まあ、これも2倍タイムになるまでに試合が決着つきます。基本的にはもう相手が、そうですね、あれちょっとそれやりすぎなんじゃないのって思った時がやっぱチャンスなんで、もうそこをいかにどう、まあ、見逃さないかになります。これ正直僕ゴレだと思って矢の目切っちゃったんですけど、ここ相手がすごい積極的に攻めてきて、これはちょっとまあしょうがないって言ったらどうなのかなって思うんですけど、まあ守れたんでまあいっかなって感じですね。基本的には、まあ、折られなければ全然 OK なので、ここで折られちゃうと、あ、ちょっとまずいなってなるんですけど、もう1000ぐらい残ってても、はい、全然エリゴリの場合は OK です。ここはちょっとたまたまディガーが被っちゃったんで、正直これは美味しかったですね、めちゃくちゃ。もう、こうなると、そうですね、もうこっちのターンって感じですね。あと、エレキトロウィザードを後ろから出しちゃうと、正直インドラつけなくてもこれ突破できちゃうんですよ。まあ、そうですね。ごめんなさい。ライドラですね。ライドラつける必要がなくて、もうこれでレイジかけるだけで、もうタワーが簡単に折れます。もうメガゴ来てもインドラだったらもう負けないんで、こっちは。ライトニングドラゴンだったら、やっぱり、メガゴに処理されちゃうんですけど、やっぱダクネがいい仕事をしてくれますね。なかなか、これは、そうですね、すごく良かったのかなと思います。で、次は、ゴブジャイスパーキーなんですけど、まあ、これはそうですね、もう3分、多分サドンデスになると思うんですけど、もう本当にレイジが入ってるんで、お互い、ちょっとした、ミスとか、そういうので、結構試合が変わったりします。なかなかやっぱり、お互いがお互い、中型呪文とかがないので、なかなかその相手が形組んできて、で、それに対して、処理するっていうのが難しいので、いかにそれをどう、突破、そうですね、こっちが突破して、で、なおかつ、対応していくか。が重要になりますね。ここスパーキー出してきてライトニング合わせるんですけど、ライトニングドラゴンちょっとこれもうちょっと待ってやった方が良かったですね。前に行っちゃうとやっぱり処理されちゃうんですよね。これちょっと自分の反省点ですね。良くないですね、これは。で、これトルネードをやって頑張ったんですけど、それでもミスしちゃって、ちょっと自分の下手さが、まあこの動画を見てわかると思うんですけど、もうこれちょっと折られちゃったんで、
うわ最悪だと思って、もうこうなると正直あの後ろから形組んでもその同じ方向にスパーキー出されると正直きついんですよ、まあ、なんですけどもうこっちとしてはもうあの後ろから形組んでやるしかないので、まあ基本的にはもうやることはもう一緒ですね。もうでここでライトニングドラゴンをあの襟越えの後ろにつけるんですけど、ここそうですね、ここいい感じにライドラが感電してくれてスパーキーが無効化になっちゃったんで、これすごい美味しかったですね。なかなかこういうことってあんまりないんですけど、これはかなり仕事してくれたかなと思います。でここもあのまた感電がいい感じになって、ちょっともう5コスト以上の働きをしてくれたんで、これちょっと美味しかったですね。まあ、これがちょっと原因につながったのかなと思います。なかなか普段はこういうことはないんですけど、もうこれで相手がもうあの余計にエレクサー割いちゃって、そうですね、もうあの、もう苦し紛れって言ったらあれなんですけど、苦し紛れのゴブジャイ出して、もうヒーラーとインドラ、ライドラ残ってるんで、もうこれ突破しちゃうともうこっちにもう勝機がありって感じで、こうなったらもうあの攻めの手緩めずにあのそうですね、こうやってあの角出しヒーラーでターゲット取ってライドラとインドラを延命した方がいいですね。もうでもこれはもういい感じになって、そうですね、もう理想の形ですね。これがそうですね、もうちょっとこれは運が良かったですね。シンプルに普通だったらもうあの 1-0 でやられて、で同じ形組んでもその同サイドにスパーキー合わせられてやられるっていうパターンが多いんですけど、なかなかまあちょっとエリゴレは基本的にやっぱり運も必要だと思うんで、このデッキはそうですね、まあライトニングドラゴンが入ってなくてもそのダークネクロが結構あのいい感じに仕事してくれたりするんで、まあライトニングドラゴンなくて形でゴリ押し審判するときでも結構そうですね、あのちゃんと仕事してくれると思います。今日の動画は以上になります。またご視聴の方よろしくお願いいたします。